それではスロットの入場開始いたします。俺の名はゆとり、30歳のスロプロだ。皆さんはスロプロをご存知だろうか。これはスロットのプロフェッショナル、つまりスロット1本で生計を立てる人のことだ。まあプロといっても法的には無職なので、ネット上ではスロプまたはスロニートなんて呼ばれることもある。今日はそんなスロプロの日常を紹介したいと思う。よし、今日は20万がした。期待値も10万近く取れたし順調だな。パチンコやスロットと聞くと一般的には損するのが普通といったイメージをお持ちではないだろうか。実際その通りで、おそらく9割以上がトータルでは損していると思う。損する理由は至極簡単。期待値マイナスの台を打ち続けているからだ。期待値とは大まかに言うと、運を抜きにしたら理論上いくら勝てるのかを数値化したものだ。パチンコ店をはじめギャンブル施設は基本この期待値ビジネスで成り立っている。スロットは台ごとに勝ちやすさの設定があり、その設定が高いほど勝てる期待値が高い。6なら機種次第では日当9万、4でも3万程度の期待値が見込めるのだ。そこでプロは勝てる台を探し打ち続けるのだが、これがなかなか難しい。なぜなら普通の店はほぼ全ての台を期待値マイナスの負ける設定にしているからだ。そこで、今日は7の日だからいい台打ちたな。この店明日何台来てんか。 LINE の告知もありそうだし、バチありそうだな。このように数少ない勝てる台に座るため、プロは日々情報収集を行う。いかに優良点を見つけられるかが鍵なのだ。もちろんプロにだって負ける日はある。ただ長い目で見ると勝ったり負けたりを繰り返してトータル収支は期待値に近いものとなっていく。この収支と期待値の差がいわゆる運と呼ばれる部分だ。いかに期待値で収支が決まるかがわかるかと思う。これがプロはスロットで稼げて一般客は損をする理由だ。ちなみに俺の年収は500万程度。10年以上前は年に1000万以上稼ぐプロもゴロゴロいたらしいが、その多くは廃業した。規制などの関係でプロを取り巻く環境は年々悪化しているのだ。スロプロの朝は早い。というのも前日に目星をつけた台に座るため、誰よりも早く並ぶ必要があるからだ。よし、無事1番。データを見る限り今日は961番台に設定6が入るはずだ。整理券配布まであと3時間あるし、寝台の解析記事でも読んで過ごすか。最近は並び順ではなく抽選で順番決めをするとこも増えているが、プロにとっては確実に早番を取れる並び順方式が助かる。並びで最も大変なのはグランドオープンだ。大型チェーン店のグランドオープンは多くの台に設定6が使われる。そのため寝袋を使ったり、ホームレスに数千円を渡すなどして2日前から並ぶ連中も現れるので、俺のようなピンのプロは非常にやりづらい。またグランドオープンで会員カードを作らされる際、職業欄で無職に丸をつける瞬間が未だに辛い。それでは入場開始いたします。よし、取れた。さて今日もこいつで頑張ろう。これらはプロの御用達アイテムだ。こちらは耳栓。パチ屋の騒音から耳を守るためには不可欠なものだ。そしてこちらはカチカチ君と呼ばれるカウンター。こいつで特殊な演出や子役などを数えて設定を判別する。また目を保護するためブルーライトカットメガネを装着して打つプロも最近ではちらほら見られる。よし、設定6確定画面だ。今日も長い戦いになりそうだな。高設定が確定するとプロは極力離席せず、1回転でも多く回して少しでも期待値を取る。昼食は打ちながらの軽食で済ませ、トイレに移籍する回数を減らすため水分補給もなるべく抑える。夜10時近くまでの耐久レースだ。あら、たくさん出てるわ。あ、始まったわ。こんな風にプロは極力目立たないよう一般客に溶け込む姿勢も大切だ。店や客にプロとバレるとろくなことがない。思い返せば俺も駆け出しの頃、このパチンコ期待値稼げるな。お客様、その勝てる打ち方やめてください。え、でもこうしたら弾が増える。いや、当店のハウスルールがあるんで普通に打ってください。なんだよ、まあこっそりやればバレないだろ。おお、弾増える増える、いいぞいいぞ。おい、お前今やってたよな。データ見やわかんじゃん。そうなの、もうやんないで。いや無理だから、お前入店禁止な。この辺り終わったら出てけ。そんな、といった具合に出禁を食らうことだってあった。もうこんな時間か。天国も抜け出し、そろそろやめるかな。
総回転数9000ちょっとか。まあまあだな。メダル流したら閉店前のデータ取って帰ろう。プロにとってスロットはただの作業。期待値さえ取れれば何でもいいので楽しさなどは特にない。やっと帰ってこれた。飯食って明日行く店決めたら寝るかな。一日中座りっぱなしで肩を動かし続けるので体のあちこちを痛めやすい。こうしてスロプロの一日は幕を閉じる。本日はリニューアルオープンです。ん？この台怪しいな。周りの台も挙動悪そうだ。あって4かな。やめよう。いくら熱いイベントだろうと勝てる台か怪しいと思ったら打つのをやめる。この見極めが非常に難しいため一般客は負ける台からなかなか離席できず、結果期待値マイナスの台を打ってしまうのだ。スロットを含めプロギャンブラーは忍耐力が最も必要とされる。勝てる台を打つより負ける台を打たないことの方が大切なのだ。打てる台がない日はパチンコを打つかハイエナに徹する。ハイエナとはこんな風に当たりが近い台を狙い美味しいどこ取りをする立ち回りのことだ。凱旋酔い越しで900ゲーム、リセットの可能性含めても期待値約6000円と。こうして期待値を積み重ねていく。正直ハイエナは誰にでもできるのでライバルが多い。なのでいかに競合が少ない店を探せるかが肝心だ。おいお前見てんじゃねえよ。てめえさっきから俺の台見すぎなんだよ。消えたら消えろ。当たり前だがハイエナは店にも客にも嫌われる。店によっては最悪出禁。何度も言うがプロは目立ってはいけないのだ。ありがとうございました。今日は現状狙うとリゼロの後詰まで4万くらいは期待しておいたな。ハイエナの5号機消えたら厳しくなるんだろうな。飯食ったらデータ取るか。えあのさ、お前専業？お前が今日売ってた凱旋さ、俺も目つけてたんだわ。いや、そんなこと言われても。この店、俺が先にジグマしてたんだから勝手に来ないでくれる？あの、自分も結構前から。てめえのせいで俺の打ち子も機能しなくなんじゃねえかよ。あの、それなら雇わなきゃ。待って、調子あるんだよ。おい、来い。痛い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 。お前、邪魔なんだよ。俺の食える台取ってんじゃねえぞ。あれは何やってんですか。もう警察だ、逃げるぞ。ピンプロは他のプロ、特に軍団に絡まれることもある。朝の並びで順番を抜かしたり、店内でわざとぶつかってきたりするやつもいるなど、とにかく治安の悪い世界だ。来週は高校の同期の結婚式か。今月は出費の割に全然稼げてないから稼働を増やさないと。絆や転生で稼げた時代が懐かしいな。スロプロはいつ稼げる状況が終わるかわからない。なので勝てる台がある限り休んでいる暇はない。一般客が財布に余裕のある時にスロットを打つ一方、プロは余裕がない時ほど必死に稼働する。今日は番長3の 2V1 イベントだからつもりがかなり大きいな。見てあの行列。平日の朝からいい年したおっさんたちが何やってんだよ。どうせ生活保護の金とか混んでんでしょ。うずすぎ働けよな。式場ここか。お、ゆとりじゃん。久しぶり。天狗じゃん。老けたなー。ああ、いやー、最近管理職になったから大変でさ。え、そうなんだ。あれ、ゆりはいつの間にお前も結婚してたんだ。あ、言ってなかったっけ。去年席入れてさ。そっか、おめでとう。ゆとりは今何やってんの。あー、一応今もスロットで稼いでて。え、まだそんなことやってんの。ああ、まあ20代の頃は。お前スロットで年500万稼いでるんだって。すげえ。まあね、就活はしないでこれで食っていこうかなって思ってる。羨ましいな。こんな風に周りから羨まれることもあったが、今となっては年を取るたび肩身が狭くなり、昔の友人が活躍している姿を見るたび自分の地位が身に染みる気がした。ここでおしめ買い、このライン抜けたら損切りと。あれから10年、スロットユーザーや店舗はますます減少し、規制などの関係もあってスロット1本で食うのは限界となり、俺はデイトレーダーとして株や為替で生活費を稼ぐようになっていた。パチプロやスロプロがデイトレーダーに転身するケースは少なくない。というのもスロプロはストイックに期待値を詰めるマインドが備わっているからだ。冒頭でも触れた通り、投資も競馬もポーカーも期待値プラスの行動をし続ければ基本的には勝てるのだ。だからひょっとすると近い将来、スロプロでカジノプロに転身する人も日本に現れるかもしれない。ん？アラートだ。え？ドル円ボラでしかも逆差しに全然機能しないじゃん。福見さん50万超えてるよ。そんな。というわけでスロプロの日常はいかがでしたでしょうか。今後も様々な職業、社会問題について取り上げていきますので、見逃したくないという方は今のうちにチャンネル登録をお願いします。
あー、最悪だ。家飲みも行くか。